どうも MJ です。今回もですね、MOD の紹介をしていきます。で、今回ご紹介する MOD はですね、クラフト系 MOD になりまして、 MOD 名がですね、クラフトブルエアプレインパーツノーダウンロードコンテンツ PS4 っていう MOD になります。で、こちらの MOD が出る前にですね、ダウンロードコンテンツ版の MOD が先に出ていたんですが、今回はダウンロードコンテンツなしのバージョンの紹介になります。ダウンロードコンテンツ購入している方はそちらの方を導入してください。はい。で、まあ、こちらの MOD はですね、まあ、シンプルな MOD になりまして、導入していただくとワークショップメニューのクラフトにですね、飛行機の残骸のオブジェクトが追加されるようになってます。で、ロード順もですね、クラフト系のところに置いてもらっても大丈夫かなと思いますんで、まあ自分の方はですね、USO がありますんで、まあそちらの下の方に今回ロード順を置いています。はい、それではですね、まあ早速ですが紹介の方をしていきます。もう見ていただいた方が一番早いかなと思いまして、まあ追加されたものを今、拠点の方にすべて出しています。ワークショップメニュー開いてもらうと、まあ、自分の場合は USO を入れてるんですが、普通の構造物の方にエアプレインっていうモッドで導入したクラフトオブジェクトが追加されるようになってます。はい。で、一部大きいオブジェクトがありますんで、こちらはですね、下の方が平らでないと設置しづらいかなとは思いますので気をつけてください。で、あとはまあ屋根みたいなものですね。で、オブジェクトの感じはですね、ロケーションとかであるような墜落した後の飛行機の残骸になってます。 MOD で追加されたこの飛行機の残骸の上にもですね、普通にクラフトができるようになってますんで、またご自身の方でもクラフトしてみてください。で、大きいこちらの頭部の部分ですかね、飛行機でいうと、こちらはですね、きちんと操縦席の方もありますんで、こちらの方ででも クラフトも問題なくできるようになってます。はい、またこういうモッドがあればクラフトの幅も広がると思いますので、よくクラフトされる方、まあ、拠点作りされてる方にはいいモッドかなと思いますので、またご自身で入れてみてクラフトをしてみてください。今回はですね、クラフト系モッドで飛行機の残骸のオブジェクトが追加されるっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。